ね、1キロ72円、720円か。1キロ720円の豚ひき肉です。豚 100% のひき肉です。冷凍で輸送してもらっても、1キロ880円か。かなり安い方なのかな。うちの周りでは、それ以下の特売の豚ひき肉なんてないので、これ1キロ解凍した以上、立て続けに使わなきません。今日3品目の鶏胸肉買ってきたの余計やったなと。これ解凍してたの忘れてたんですよね。困ったもんです。しばらくはもう太るの分かってて、豚ひき肉の料理が続きますので、楽しみにしておいてください。僕の体重の増減とともに楽しみにしておいてください。それと、このひき肉なんですが、今日の3品目で甜麺醤で麻婆を作ったんですよ。だからこいつは少しは学んできているので、この1丁 300g 丸々1人前に使って今日の3品目は鶏の胸肉の麻婆豆腐やったんですけど、2品目は豚ひき肉の麻婆豆腐になります。それと僕、工程を面倒くさいから飛ばして、豆腐を湯通ししてないんですけど、本当に美味しく作りたい、口当たりも良くしたいという方は、この豆腐を掘り込むときに、前もって湯がいたり、電子レンジで加熱して、表面固めて、中の水分を出した状態で豆腐を加えてください。そうでないとどうしても豆腐の水分がたくさん混じってしまいますから、でいつも通り僕は余熱をできるだけ利用する方なんですけど、その前にたっぷりネギ入れておきます。これはまあ正直入れすぎですけど、手が滑って入れすぎちゃいましたけど、まあで火を入れて完成です。豚ひき肉の麻婆豆腐。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録されてから離脱されてください。お願いします。9月19日、4皿目、4品目。豚ひき肉の麻婆豆腐、豚ひき肉の豆板醤麻婆あ、申し訳ない、豆板醤麻婆豆腐、いただきます。あ、一気に辛くなった。甜麺醤と違って辛いですね。あ、でも
いい感じやな。もうちょっと。ああ、これ人によるだろうな。俺はこれくらいでいいねんけどな。油分の多い豚のひき肉ですから、鶏の胸肉に比べてね、辛さが強い方が美味しい人が多いと思う。うん、3食目で言った学校給食の50年前に食べた学校給食の昔懐かしい麻婆豆腐よりも本格的。豆板醤入れただけで、こっからどう工夫していくかは自分で一番おいしい味を探していってください。最後の一口になるまで止めますね。この一口、名残惜しい。美味しかったですよ。うん、ものすごく簡単で結構美味しい。ものすごく美味しい。その町中華とか一流の中華料理屋さんみたいな味には全然及ばないですよ。六十親父が自分のために家で作る料理としてはかなり美味しい。ああ美味しい。幸せや。9月19日、4皿目、4品目、豚ひき肉の豆板醤麻婆豆腐完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。